まあ、それにしても、あの、今日気になったのが、えー、共同通信に載ってたのがですね、公明党の、えー、山口代表が、えー、共同通信のところで講演をしたんですかね。まあ、そこで来年の、えー、この憲法9条の会見の、ね、発議は、えー、困難だと。 会見発議は困難だと。国会発議は困難だという認識を示したということで、まあこれ会見は無理だろうということを言っていると、来年のね。で、しかも、夏の参院選と衆院選の同日選の可能性に関しては、エネルギーは分散されるのは好ましくないと。解散権を持つ人、これ安倍首相のことですね。安倍首相は熟慮すべきだと。 いうことを言って慎重な立場を示したというのがあるので、だから衆参ダブル戦というのはも、これもう、ないんじゃないのかなというのが、えー、今の公明党の態度から、えー、この発言からですね、伺えるかなというのは思いますよね。うん、まあだからまあ会見はまあ、安倍さんはね、やっぱりもう、なんていうんですか、 もう無理っていうのは分かってるんちゃうかなっていうのは思うんですよね。だから安倍さんが退いた後とか、まあその3年、ね、あと任,任期が3年しかないんで、まあそれを全うしてからまたなんか考えようとかね、なんかそういう風になっていくんじゃないのかなって僕は今の段階で思いますけどね。ただそういうことを言ってしまうと、求心力が下がってしまうと、改憲しようっていうね。だからまあその一応改憲 するするっていうね。まあ、ポーズだけはずっと取り続けるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、公明党がやっぱうんって言わない限りはね、やっぱ会見は僕は、えー、難しいんじゃないのかなと思いますね。で、まあ、公明党なんかその沖縄の選挙でもね、えー、県知事選で負けですね。推薦したね、えー、候補が県知事選で負けですね。で、那覇市長選、 でもですね、まあ、総科学会、不人務が全く動かなかったっていうね。まあ、それによってね、低投票率でも大差をつけられて、えー、自民公明推薦、えー、の候補が、まあ、負けたっていうのがありましたけども、だ公明党としてもね、やっぱりね、危機感がね、僕かなりあると思うんですよね。やっぱね、公明党の動きを見てると、やっぱり自民党の動きがわかるっていうところがね、あると。 うん、まあ山口代表がまあこれブラフっていうかハッタリでね言ってるっていうことはちょっと考えにくいかなと。だいたいこういう発言をした時っていうのはやっぱりその、まあそうでなくてもずっと安倍政権というのはね、あのしょっちゅうダブル戦やるとかね、解散やるやるってずっと引っ張ってきたわけなんですけども、やっぱりね公明党がこういうことを言うとやっぱり慎重になるんですよね。うん まあそういうわけで、えー、ダブル戦っていうのはないんじゃないのかなと。まあただずらしての解散というのはね、それはあるかもしれませんけども、まあ会見も難しい、まあダブル戦も難しいっていう、ことは今の段階では言えるんじゃないのかなと。うん、やっぱ公明党もね、やっぱり、あの、存在感を示しておかないとですね、やっぱさらに票が減っていくっていう、そういう、 危機感というかね、あの不安っていうのがあると思うんですよね。もう本当に沖縄のね、選挙で、あの、総合会のが動かなかったっていうのがやっぱり象徴的かなと。うん。でも全国にね、こういうのは、あの、もしね、会見に前のみになっていたりしたらね、やっぱり、票減りますからね。<laughs> まあまあ、ということで、ね、えー まだね、まだ来年までまだ1ヶ月ぐらいありますけども、だいたいわかるかなと。まあだいたい今その来年のね、参院選に向けて候補っていうのがバタバタ決まっているっていうね、野党とか、まあ、自民党とかもそうですけども、そういう時期ですからね、そういう時期にこういうことを言ったっていうとこに、えー、僕はすごく重みがあると。だから来年はまあダブル戦はないのであろうと。えー、まあ、解散するとしてもその半年後とかね、 そういう風になっていくんじゃないのかなと、えー、思いますけどね、えー、どうなるんだかみたいなね <laughs> どないやねんっていうチャンネル登録よろしくね